ユリウス・ルート・ビッヒ・ワイズ・バッハは、ドイツの数学者、工学者。ザクセン州、ミルデナウで生まれ、フライベルクにて死去。流れの損失水等を評価するダルシー・ワイズ・バッハの、式を開発した。1822年から1826年まで、フライベルク工科大学に在籍し、その後、ゲッティンゲンにて、カール・フリードリヒ・ガウスと、ウィーンで、フリードリヒ・モウスと共に学んだ。 1831年にフライベルクに戻って地元のギムナジウムで数学の教師を務め、1833年にはフライベルク鉱山大学で数学と山岳機械の理論の教師となった。1836年には応用数学、力学、山岳機械の理論など、いわゆる鉱山測量で教授となった。ヘリーブクでアインジニアー。 ウント・マスキー・ネン・マッカニックという本を執筆し、1845年から1863年までの間に何度も出版され、機械工学を学ぶ学生に影響を与えた。また、ヘンリー・ガルシーの作った公式を改良し、これは現在、ガルシー・ワイスバッハの式として広く利用されている。ドイツの鉱物学者、アルビン・ワイスバッハは、ワイスバッハの息子にあたる。 ありがとうございます。